ないです。 SKE の今支配人やってるんだけど、おじいちゃんなの？おじいちゃんです。あのでもさ、あれだから25年前か、うん、25年前にニューヨークに俺と堤ちゃんとモテキの大根とか、はいはい、みんなで一緒に住んでたの。結構有名な時期ですよね、うん、それ、うん、その時に今村も一緒にいたり住んでた。その時にさ、今村し俺も新婚で、今村も新婚で、堤ちゃんも新婚だったわけ。だからもう新婚がみんなで共同生活してたわけ、うん、そしたらさ、でみんなでご飯食べるじゃん、はい、その時に今村が前の日に、黄色いレインコートを着た女の子とね、なんかどっかデートしてたんだよ、はい、ね、それで、ね、浮気してたんだな。あらら、だからニューヨークでですか？そうそうそう。すげえな。すげえな。それで俺がみんなで、みんなでさ、なんかご飯食べてるとき、俺が一言だよ。なあ、やっぱレインコートも、黄色とかあんだって、全然関係ないときにポツッと言っただけなのに、それから全部その秋元さんがなぜこのタイミングで言ったかと、黄色、レインコートな、あの人と浮気したでしょって、その奥さんが言ったの。すげえ、すごいでしょ、女の勘って。すげえな。で、別れちゃったけどね。別れちゃったんだ。別れちゃったんだ。秋元さん原因じゃないか。原因じゃないけども、その時にみんなで暮らしてた、うん、その、ま、あの、コンドミニアムの、あの、壁に穴が開いてた。浴室。ガーンって奥さんがやったの。あ、奥さんもいらっしゃった。だから全員奥さんも一緒だったんですね。そうそうそう、みんなと一緒に暮らしてるからさ。だから今度 SKE で今村試合に会ったら、みんなでこっそり黄色いレインコートって言うんだけど。つぶやか。じゃあ支配人部屋に行った時はファンの皆さんも黄色いレインコートって言ってあげたら、もうすごいビクッとする。